皆さん、こんにちは。立石のプログラミング、姫野です。この動画では、組み込みエンジニアの業務委託費が安い理由ということで話したいと思います。過去の動画で、組み込みの業務委託って、ウェブ系に比べて単価安くないですかみたいなコメントをいただくことがあるんですけど、確かに私もそうだなと思ってて、それはなぜそうなるのかということについて話したいと思います。まず、結論から言いますと、組み込みって、あの投資解消にかかる期間が結構長いんですよ。ウェブ系と開発のプロセスも違いますし、 製品開発するときって、その基盤を起こしたり、まあ、その基盤に実装する部品とか、あと出来上がったものを収める箱とか、まあ、作るんですけど、結局、その製品開発全体で見ると、かかる費用のほとんどは人件費なんですよね。なので、業務委託の単価はちょっと上げづらいっていうのがあります。で、詳細を話していきますと、まず Web 系と開発のプロセスが違うっていう話なんですけど、Web 系の場合って、 こういう仕様で作りますっていうのを決めたら、とりあえず短期間でその通り作り込んじゃって、もうさっさとリリースしちゃうんですよね。で、売り上げをそこで確保します。で、その売り上げとか、その状況を見ながら、機能を追加したり修正するなりして、拡大することができるんですよ。まあ、それ、もしそれがうまくいかなかったにしても、まあ、すぐあの廃止できる。比較的、その短いスパンで、安いコストで、とりあえず、 作れるのがウェブ系っていう感じですね。で、一方の組み込みだと、その発売した後に機能の追加とか修正をするっていうのは基本的に難しいんですよ。なんで、あの、もう出す前の段階で相当気を使って作り込んどかないと、市場に出した後にトラブっちゃったりすると損しちゃうっていう感じになるんですよね。これ実際開発すると分かるんですけど、その製品作ってるときには、まあこういう感じで使うよねっていうふうに。 やってるものが、いざ市場に出すと、お客さんがなんでこんなことするんだろうっていうようなことを普通にするんですよ。なんでそこら辺まで考えて作り込んだかないと、結構あの、発売した後が大変になるっていうのがありますね。なんで、まあえー、とウェブ系は小規模にスタートして、まあ、短期間でリリースできる、で組み込みはあの大規模に長く時間かけてやるっていう感じですね。 ま、そのゲームで例えるんだったら、ウェブ系が、その今時のそのスマホのゲームみたいな感じで、組み込みっていうのは、そのちょっと前のスーファミとか64とか、そういうカセットタイプの,あのゲームっていう感じです。 でえー、と組み込みにはその長いその設計機関、開発機関があるんですけど、ちょっとこれにはいろいろ事情がありまして、とりあえず作って、えいやで出せないんですよ、組み込みって。なんでかっていうと、まあ、そのさっき言ったあのお客さんが思いもよらぬ使い方をするとかっていうのもあるんですけど、電気関係って結構法律がガチガチに固まってて、なんかそれに適合した形で設計しておかないとあのいろんな。 その認証が取れないとかあるんですよねなので、そういうのに認証してないといろんなところに売れないよねっていうのがあるんで、そこら辺の基準に合わせた設計をしなきゃいけなくて、これは結構要求が高かったりするんですよね、いろいろ試験をするんですけど、まあ、特にハード系だとその静電気試験とかっていうのは結構大変で、作ってみなきゃわからないところがちょっとあったりして、まあ、ハード屋の腕の見せ所だったりしますね。 あと最近だと IoT です、Wi-Fi つないでみたいな話もあるんですけど、Wi-Fi にしても、Bluetooth にしても、電波を発するものっていうのは、さらに要求が高くなったりするんですよ。ここら辺も踏まえて開発をしなきゃいけないっていうのがありますね。さらに、その、定価数万円で売ってるような製品だと、部品単価を何千の単位で削る。 ですよで部品単価を削るんだけど、設計の品質は担保しなきゃいけないっていう、基本的に値段を落とすと品質も落ちるじゃないですか。なんですけど、品質は保ったまま値段を下げるにはどうすればいいかっていうのを考えなきゃいけなくて、ここら辺をやってると、どうしても設計するにしても、その後の評価するにしても時間がかかりがちなんですよね。結果として、それに取り組む人の人件費がどんどんかさんでいくっていう感じです。で えと組み込み、そのさっきの話、利益が出るまでに結構時間がかかっちゃうんですよね。で全部自作する場合は、まあ、最低でも数百万は初期投資として必要で、えーまあ、これを回収するまでには、相当な数売っていかないとダメなんで、もう出してすぐ回収できるという感じでもないんですよね。基本的にその数年単位で、売れ続けてやっとその開発費を回収して利益化できますとかっていう感じなんですよね。 なので、売れなかった場合は、その差額分が全部負債になっちゃうわけですよ。例えば、その製品開発全体で、金型代がまあ仮に400万円だったとして、部品代が100万円だったとして、人件費が1800万円だったとしたら、 あなただったらこの金型代、部品代、人件費代の3つのうち、どれを一番削れると思いますかっていう話なんですよ。大きなところの方が大きく削れそうだっていう気がするんで、まあ、なんでその人件費っていうのは基本的にちょっと。 上げづらいですね。売れればその分利益になりますけど、売れなかった場合の負債を考えると、なかなか人件費は抑えたいっていうのが発注する側の気持ちとしてはあるかなって思います。ちょっと単月で100万円の案件って取れますかっていうことも聞かれるんですけど、えー、基本的にはそのエンジニアとして取り組む場合は到達しないかなと思ってて、まあ、これは組み込みに限った話ではないんですけど、もうちょっとその上のマネージャーの層にまで自分がなれれば、 100万の単価はいくかなと思ってますねただそのマネージャーになるにしても、開発に対する知識があるとか、チーム全体をまとめられる、そのマネジメントする能力があるとか、じゃあこういうのを作りますっていうときに、それが本当にできるのかっていうところの判断をするとか、上の仕事をしないと100万にはいかないかなっていう感じがしますね。なので、いきなり100はいかないので、とりあえずエンジニアとして実績積んで、リーダーの仕事をしていくのがいいのかなっていう気がします。 ま組み込み開発ってちょっとその単価はまあ確かに安いんですけど、まあだからといって、じゃあ Web 系にっていう風にはちょっと私は思ってなくて、組み込みには組み込みの良さがあるんですよね。Web 系だと基本的にフレームワークがすぐなんか変わりますとか、じゃあ新しい言語やったんでそっちに切り替えますとかってあるんですけど、組み込みは基本 C か C プラプラでやるので、一旦身につけちゃえば、あの、その後もそれを使って設計するんで、 そんなに悩まなくて済むっていうのがありますね。参加は安かったにしても、そこにかかる労力っていうのは、ウェブ系と比べると効率がよくて、組み込みならではの良さかなと思いますね。であと、組み込み業界っていうのは、そのあらゆる産業の土台だと私は思ってて、あんまり目立たないんですけど、ものづくりをやる現場では、確実に組み込みエンジニアっていうのはいて、裏で作り込んでる人たちなんですよね。なんで まあものづくりがなくならない限りは、組み込みエンジニアの仕事もなくなることはないだろうなって思いますね。で、あと、現実のものになるんで、なんだかんだ、あの、いいですよ。目の前で形あるものが動くっていうのは結構楽しいですね。まあ、動かないと、それはそれでちょっと、おやおやってなりますけど、なんか、パソコンの画面上でチャカチャカ動くよりも、現実のものとして動いた方が、作ったものに対する見え方も違うのかなっていうような気はしますね。ということで、えっ、ー、と、ざっと。 あの、組み込みエンジニアの業務委託費が安い理由ということで紹介させていただきました。この動画はこれで終わります。ありがとうございました。